パーソルキャリア株式会社は転職支援、求人情報、アウトソーシングなどを手掛ける総合人材サービス会社でパーソルホールディングス株式会社の子会社である。2017年6月までは株式会社インテリジェンスとしていた。求人メディア事業に強い株式、会社学生援護会と事業の総合補完をする目的で2006年7月1日に学生援護会を 九州合併。同事業では、リクルートに次ぐ規模となった。合併直前までは創業メンバーの一人である前、取締役会長の宇野康秀が33.11%の株式を保有する筆頭株主であった。宇野が父親の死に伴い優先の株式と経営を引き継いだことから、優先とは兄弟会社と言われていた。 学生援護会との合併に際して、優先が学生援護会の筆頭株主であったカーライルジャパンパートナーズ LP から学生援護会株式の40.01%を取得したため、合併により優先が第2位の株主となった。さらに2006年7月27日に優先は筆頭株主の宇野康秀から当社株式21.57%も取得。 優先が40.04%の株式を保有することとなり、優先グループ入り。2008年9月30日には、株式交換により、優先の完全子会社となった。しかし、2010年6月18日に米大手、プライベートエクイティファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ系、ファンド参加の企業、株式会社メティスに、全株式を325億円で譲渡することが、 発表され、7月29日に株式の譲渡が完了し、優先グループから離れた。2013年3月26日に人材サービス大手のテンプホールディングスが、コールバーグ・クラビス・ロバーツから総額680億円で買収することで合意したと発表。同年4月26日に株式取得手続きが完了し、 添付グループの一員となったグループ入り後は2017年1月までに人材派遣事業を順次グループ会社へ事業上渡し、以降は転職支援や求人情報を主たる事業として行うようになったなどありがとうございます。